ちらですね、カーシー博士の Please Understand Me 2より、はい、The Value of Idealist、 アーサー・ショーペンハウアーは1814年の世界は意志と象徴としてという著書の中で、私たちの意志が知性を支配すると述べ、レオン・フェスティンガーは1957年の認知的不協和の理論で価値観が思考を支配すると述べ、これに従ってアーティザン・ガーディアン・レーショナル、いずれも当てはまるかもしれないが確実にアイデアリストに当てはまると主張しました。具体的に言えば、アイデアリストは他のタイプより願望的な思考や価値判断の傾向があり、それを隠さないでいますと。実際彼らは心が人間性の塊であると信じ、心が頭を支配することが賢明だと我々全員に伝えることを喜んでいますと、はい、思考よりも価値観、はい、っていうことを言ってるんですね、はい、この人たちは、うんうん、価値の方が大事だろうと。価値の方が大事だろうじゃないですか。彼らが他の気質とどれほど異なるのか、特にこの NF アイデアリストの対象である SP アーティザンとどれほど異なるかと、はい、アーティザンが刺激、外部からの刺激を重視するのに対し、アイデアリストは内部からの熱狂を重視しますと、はい、アーティザンが SP 彼らの衝動を重視するのに対し、アイデアリストは直感を重視しますと。アイデアリストが他者への影響を重視するのに対し、アイデアリストは他者とのロマンスを重視しますと。モテたいと、はい、わかんないですけど、はい、これが続き、アイデアリストは刺激よりもアイデンティティ、寛大さよりも認識、これがちょっと後で紹介ですね、はい、うまいもの、後者よりも賢者を重視します。一般的に言って、私たちは好まれるあり方、信頼するもの、憧れるもの、追い求めるもの、重視するもの、そして思考するものが全て異なると。この価値の領域において、まあ、一番違いが出るよというところですね。で、このチャートが出てますと、はい、まあ、ここはそのよく二等兵がすぐ感情になる、はい、何かに熱狂してるんでしょうね、はい、っていう指摘と、はい、あと最近多いのが、はい、否定的だと、否定的だと、二等兵に否定的だと、はい、二等兵に優しくしてやれと、はい、で僕はそれを見て苦しく思うんですけどね喧嘩はやめてって、まあ、喧嘩はしてないんでしょうけどね。喧嘩はしてないですけどね、僕は、はいはい、っていうこの対比はよく、はい、綺麗に出てるんだと思います、はい、まあ、でもこれのやり取りもプロレスじゃないですか。僕はこれが面白いよねと思って、はい、やってて、はい、体調が分かりますって来られると、はい、違うと、君の役割は違うと通じることありますもんね、はい、っていうのはよくあります、はいはい、きっと反発が来ると思ったらなんかすんなり、え、そこは分かるんですっていうのはよくあります、はいはい、っていうところで、NF タイプの紹介、はい、一番初め Being、 英語は読めませんが、はい、熱狂的である、ま、存在、体調はアーティザン、はい、興奮してたいんだと、はい、昨日紹介したガーディアンは、はい、常に何かを心配していると、はい、これは大丈夫か、これは大丈夫か、はいはい、っていうところで言うと、この人たちは熱狂してたいんだと、はい、熱狂する、まあ、存在が熱狂することってことじゃないですか、自分の存在価値っていうところで、はい、紹介させていただくと、アイデアリストは感情豊かな人々であり、彼らの感情は容易に刺激され、はい、速やかに発散されますと、はい、幸いなことに NF は一般的に肯定的なタイプであり、はい、その感情の強度は通常抑制されない熱狂として現れます、はい、特にアイデアの議論や個人的な洞察を共有する際に、彼らの熱狂の表現は楽しく伝染しやすく、彼らをグループ内で
インスピレーションの源とすることがあります、はい、しかしこの種の熱狂には暗い側面もあります。 NF は若者でも年配者でも男性でも女性でも存在が甘く苦しいものであり、勝利の裏には敗北が待っていると直感的に理解しているため、幸福の最中にその悲しみがその順番を待っていると考えざるを得ませんと、はい、この辺はね、はい、言い得て妙ですよね、はいはいはい、さらに理想主義に挫折したり不当な扱いを受けたりすると NF 型はすぐにイライラすることがありますと。ガレンは彼らをコレリックと呼んで覚えており、彼らは怒りで燃え上がり、熱狂の炎が急に怒りに変わります。エディス・ウォートンは彼女の気分の浮き沈みでよく知られていました。彼女の友人で仲間の小説家であるヘンリー・ジェームズは彼女の破壊的で燃え上がり破滅的なエネルギーについてからかっただけでなく、彼女の伝記作家である R.W.B. ルイスは彼女のキャラクターの矛盾をこう指摘しています。概念的にはその彼女は快活な存在であり、熱狂の爆発や無害な虚栄心、絶え間ない身体的な活動を好んでいました。また彼女は恥ずかしさや自己懸念の寒気も経験していましたと。寒気っていうのはちょっと違う表現かもしれません、はい、しかし一方で彼女の内面の生活は絶えず芽生えていました。美しいものが彼女の感覚を高ぶらせ、偉大な詩が彼女を輝かせました。同じ理由で彼女は時折人生の神秘的で恐ろしい悲しみに圧倒されていました。彼女は何も冷静に受け入れることはありませんでしたと。はい、 NF かな、はい、やっぱり、はい、ぽい感じはしますよね。ちょっとメンヘラっぽいですもんね、うん、メンヘラっぽいのかどうか、まあ、SJ の堅苦しい感じはあんまりないじゃないですか。熱狂的熱心、まあ、この辺はそのファッて燃えるのは分かります。はい、はい、なんか内から出てくる感じはしますよね。そうですね、はい、でもまあそれは全て外から入ってくるものですけどね。まあ、SP は外からってさっきの説明あったじゃないですか、はいはい、でも本当に外の刺激に対して楽しんでるだけみたいな。あ、うちの何かカチャってスイッチが変わるのが楽しいんじゃなくて、はい、外でやってることを楽しんでるだけみたいな感じですよね、の説明でしたよね。 NF は内から来るみたいな。でもそのここにも書いてありましたが、はい、どこかでそれで終わるなとか、はい、あ、なんかこれはこうやって楽しまなきゃなって思ったりは SP はしなさそうですね。はい、衝動ですからね。終わったら終わった時ですもんね。そういう考え方もありますね、うん、外からの刺激に対しての反応がここなんとかという存在に近いんですかねと。ここで言う存在に近いが、まあ、存在が熱狂的って話ですよね。熱狂することで存在してるっていう実感があるってことですか、ね、あ、でもそれはねすごいわかる、はい、体調も新しいもの好きだと思うんですけど、はいはいはい、僕も新しいものは好きなんですね、はいはい、裏のチャンネルでやってるウクレレがそうですけど、はいはい、新しい経験は好きなんですよ、はい、長くは持たないんです、はいはい、体調は技巧に走るんですよ、はい、走れるんですよ技巧に。そこに興味を持ち始めますからね、はい、はい、何の興味もないので、はい、弾けてかっこいいのはありますけどね、はいはいはい、ロマンスにはまあロマンスなんでね、はい、はい、っていうことなのかもしれませんね、はい、では次、トラスティングインなんとかインチュチエーション、直感だと、信頼するのは直感だと、はい、うん、レーショナルズ、これは NT ですね、はい、は自分の推理力、はい、を信じる一方で、アイデアリストは直感力、感情、または人についての最初の印象を信じますと。理由を持つ必要も、それを求める必要もありません、はい、レーショナルの論理もある程度の結論には受け入れられます。ちなみに同じくガーディアンの権威もそうですと。
しかし本当に確信するためにはアイデアリストは直感が道を示すのを待ちますと、うん、おそらくアイデアリストが人に対する直感にこれを無保留に信頼するのは他者と強く共感し相手の立場に自分を置く非凡な能力があるためかもしれませんと。言い換えれば NF は他者の肌に入り込むか他者の靴を履くことができこれは無意識に他者の欲望や感情またはアイデアリストがそれらと考えるものを自分の中に取り込むことを意味しますと。この同一視は非常に密接でありアイデアリストは他の人と同じように話したり笑ったりジェスチャーをしたりすることがあるでしょうと。この模倣は無意識的であり通常はアイデアリストが望んでいるものではありませんが彼らの内向きの能力は彼らに正解であるかどうかは別であると、はい、が他者に対する正確な洞察があると信じ込ませます。 NF はこの点で特に注意が必要であり他者の特徴を内包するだけでなく自分の理想的な人生観を周りの人々に投影する傾向がありますと。はい、わかる気がします。わかる気がします、はいはい、カーシー博士でしたっけ、はい、要は直感って言っても、はい、当たってるのは 50% だよと。あ、はいはい、ユング、ユングでしたね、はいはい、直感が常に正しいわけじゃないと、はい、だ他者の靴を履けるけどって話ですよね。そうですね、正しいかどうかはわからない、はい、ただ彼は他者の靴を履いてると思ってるので、はいはい、もう君は僕であると、はい、だから君の考えはこうであるっていうのは俺分かってるよって、はい、で一緒に苦しくなったり楽しくなったり、はいはい、っていうのはやってる気がします、はい、だからこの NT の人が言ってることも僕は分かるんですよ、はい、うんうん、分かるよと思ってます、はい、そういうこと思ってるよねって、はい、ここで書かれてあ分かる分かるってやってますけど、はいはいはい、違うかもしれない違うかもしれない多分違うんでしょうね、はいはいはい、沸き立ちたいというかなんというかと、うん、確かに、まあ、あのいくら理路整然と言われても、はい、信じないものは信じませんし、うんうん、いいと思ったら、はい、いいんですよ、はいはい、うん、もう騙されてもいいんですよ、はい、もう僕がいいと思ったんだからですもんね、はい、多分隊長が進めてきたものは、はい、僕基本もいいと思ってます、はい、いいですって、はいはいはい、そういうとこなのかな、うん、